デフォルトは侮れない。俺がここにたどり着くのは分かってた。警戒し罠を解き抜け道を見つけ、迷路の終点に奴がいることを願うしかない。連中は全員武装して備えてる。あれがブルームの予算の使い道か。すり抜ける方が安全だろう。見てるんだろう。そうだ、今から会いに行ってやる。現れないな。時間の無駄だ。現れる、待つ。かけたゲームにはうんざりしてる。これは何だ。趣味すぎる。人として成長してるようだな。クソ食らえ、デフォルト。サム・ジェニングス。話をしようか。するさ、お前を見つけたらな。俺も芸術家。黙りやがれ。メアリー・ラングストン、クソったれ。
全員揃ってるわけか。11名を出す停電を引き起こした人物はブルームインダストリーズの元職員レイモンド・ケニーであることが判明しました。その犯行動機は現在も分かっておらず、ブルーム社も違う違う、この全部嘘だ。こんなの事実じゃない。この歪んだ怒る最高野郎ども、汚れぞてめえら、このクソ野郎、クソ野郎、クソがお前が起こした停電のせいで外に出たんだ。お前が殺した殺人犯、殺人犯。俺がメッセージを伝えたから彼らは死んだ。人々に警告したかったんだ。一人の人間がシステムを停止できると。お前の犯罪から数ヶ月後、それぞれの遺族の口座に大金が振り込まれた。正そうとしたんだ。正してもらう。ダメ。Waste of time.